You の、ね、発売前の Future Life Wear Essential、サインまでこだわり抜いた革新的な、すごいいいです。全体的にすごくいい。靴を磨くならセンスを磨け、オビーパーソナルスタイリングサービス代表の大藤です。今ですね、夜の12時を回りました。やっとちょっとね、仕事が一段落したんで、今噂になっております、ユニクロ U のね、発売前のレビューが多分結構いろんなところでアップしてる YouTuber の方々もいらっしゃいますが、僕実はちょっとこうその情報をですね全然知らなかったんですよ。でスタッフの人に言われて、ユニクロ U もアップされてます、今月22日発売ですみたいな、そういうね話をもう今日いきなり電話で、全然うちのねスタッフも全然気づいてなかったんですけど、今日初めて知ったんで、ちょっと仕事が終わって僕一回も見ておりません、ユニクロ U のね、ページ何が発売されるのか全くわからない状態です。今そのすごい新鮮なこの状態から見てみて、何がいいのかっていうところを、気になるものとかっていうのを実際皆さんにお伝えしたいなっていうふうに思ってます。ちょっとね仕事も終わったんで、いっぱいやりながらまったりと見ていきたいなっていうふうに思ってますんで、皆さんもまったりと楽しんで、まあ酒でも飲みながら見ていただければと。1月22日の発売っていうのをね、僕もそうですし、皆さんも楽しみにしていただければなというところで、今日はちょっとトーンを抑えめで、あんまり大きい声出しすぎちゃうと、ちょっと窪塚君みたいになっちゃうので、そこはちょっと気をつけながらやっていきたいと思います。ちなみに今日飲んでるのはこれ、こんなグラスで飲んでますけど、ただのレモンサワーです。YouTube 撮るからっていうので、ちょっとわざわざこんなグラスで飲んでるんですけど、これ可愛いんですよ。これね、見えるかな？ティファニーなんですよ。ティファニーのグラスなんですよ。はい、じゃあ本題に行きましょう。今ね、ちょうどユニクロの公式ホームページを開いてます。ルック自体はね、すごくこう、ちょっと動きのあるルックで、どちらかというとこう、今の僕の今日のこの、これをユニクロ U の、あえてちょっと着てみたんですけど、まあこういう本当にアースカラーですよ。もうこのメインルックの、メンズとウィメンズが一緒になってる。で、今回ちょっとびっくりしたのが、これ発売時期は違うんですけど、2月26日にキッズラインっていうのもユニクロ U で、発売になりますと。待望のキッズラインが登場、ユニクロ U。それはありがたい。パパにとってはね、すごい嬉しい。ママにとっても嬉しい情報かなというふうに思います。では早速見ていきましょう。どれどれ。ムービーですね。すごいナチュラルなこう世界観と、全体的に本当にこうちょっとパステルカラーっていうところがこうちょっと印象が強い、そういうムービーでございます。今回の Future Life Wear Essentials、細部までこだわり抜いた革新的な素材使いとコンテンポラリーなシルエット、シンプルでいて今を感じさせる上質なワードローブというところで、アーティスティックディレクターにクリストフ・ルメールが入っておりますという、そういった説明をされております。メンズのまずはルックから見たいなと思います。スタイリング自体はあれか、ルックブックはもうメンズとウィメンズと両方一緒って感じですね。わ、いいね、いい、すごい。まあファーストルックっていうのがもう本当にメンズウィメンズ一緒に撮ってるってとこなんですけど、ステンカラーのコートだったりとか、ウィメンズはまあフーディーのコート、本当にかなりこうナチュラルな印象ですね。すごい軽やかだけど上質さっていうのを感じさせるような、そういった感じのファストルックになってると。メンズに関してはボーダーのボートネック、これはバスクシャツみたいな、そういった感じなのかな、にパンツはこれはあれだね、印象としてはストレートの本当にレギュラーフィットっていう感じのムードなのかな。で一番初めのルックで多分女性と一緒に撮られてたっていうルックが、それのメンズ単
タイっていうのも出てます。いいね。ステンカラーのコートとフーデッドコートっていうのをレイヤードでこれスタイリングしてるっていうのと、これは多分定番のクルーネックの半袖かなと、あとこれがすごい良さそうですね、ワイドフィットジョガーパンツ。これどうなんでしょう、その素材感っていうところがちょっと気になるところではありますけど、なんか軽やかで面白い感じはしますね。あとはまあ T シャツ、いつもながらのまあオーバーサイズの T シャツがあったり、あとなんか今回はまあキッズもあるっていうところで、キッズとウィメンズとまあメンズと、なんか全体的にこうファミリーですごく楽しめそうな感じのラインナップになってるかなっていう、まあルック自体がちょっとそういった感じの印象になってます。ショーツなんかも今回は出るかな。あとはフードパーカー、フード、うん、ワイドフィットスウェットプルパーカーですね。あとちょっとこうジージャンっぽい感じのものだったり、スウェットだったり、クリストフ・ルメールらしい感じですね。結構ルック数も多いですね。すごくナチュラルな、ちょっとこうホワイトトーンからブラックなトーンっていうところまで、カラー展開とパステルカラーっていうのを多分メインにしてはいるっていうところだとは思うんですが、しっかりこうダークトーンのものっていうのも作ってて、コレクションを引き締めるっていう、そういった役割もしっかりとされてるかなという、本当に上質さっていうのとシンプルだけど粋なデザインっていうのがクリストフ・ルメールらしいコレクションになってるんじゃないかなっていうふうに、ルックを見た感じはすごくそういった感じがしますというところでございます。でこれね、商品の詳細ちょっと僕はこの中でちょっと気になるの結構いろいろありそうだな。なんかまずね、これ毎回多分やってるところだとは思うんですけど、まあセットアップですね、このセットアップとかは多分毎回やってるよね。このね、コットントラッカージャケットのセットアップ可能、この辺が気になるかな。なんか全体的に今コレクションのデザイナーズブランドだったりとか、あとはメゾンのブランド、まあ含めそうなんですけど、ちょっとこう70年代とかのヒッピーだったり、あとはその60年代とかのそのウエスタンとかだったりとか、そういうこう流れみたいなのが少しずつこう見え始めてきてるかなって僕としてはちょっと感じる部分があって、でデニムを使うっていうところだったり、例えばデニムセットアップとかそういったのをこう見せるようなこうコレクションとかっていうのも出てきてるかなっていう印象も感じるので、自然とこのコットントラッカージャケットのセットアップ可能っていうこの、まあ、ジャケットとパンツになるんですけど、この辺にはすごくこう目はいくかなっていうふうに感じてます。あとコートに関してはどんな感じなのかなっていうのは見てみないと分かんないんですけど、フーデッドコードとかこの辺りはちょっと気になるところですね。ディティールがどこまでこう細部までこだわり抜いて作られてるのかっていうところが見ものかなっていうふうに思います。あとまあセーター、カーディガンとかその辺りに関しては、なんかねやっぱりこう春ってニットとか着たいじゃないですか、春ニット、ラグランの V ネックカーディガン長袖4990、この辺とかも気になりますね。あとはどうだろう、まあ、ニットハイゲージのニットで、これファインゲージポロシャツの半袖、このあたりもすごく良さそうな気はしますね。シャツに関しては解禁オープンカラーの、この僕ねオープンカラーに目がないわけですよ。このオープンカラーのねシャツ、半袖シャツ、これはね多分めちゃくちゃいいかも。このおじさんっぽい感じがたまらないです。しかも値段が2990円とめちゃくちゃ安い、ありえない。でカットとかはまあ今ももう本当に着てるんですけど、クルーネックの T シャツとかはもう本当にこれは安心感がすごくある。何回洗濯しても全然ねへこたれないですし、形も変わらないっていう感じなので、これは多分今季もね多分僕は購入するんじゃないかなと思うんですが、色はナチュラルとかベージュとかカーキ、この辺の色っていうのがちょっと僕注目しておりますっていう感じですね。モックネックとかそのあたりもちょっと気になるところではあるんですが、あんまりキャラじゃないかな。
首が太いからなかなかねちょっとモックネックとかねちょっと難しいのかなとかって個人的には思ってます。であとはワイドフィットスウェットプルパーカー、この辺も多分ね形はすごくいいっていう風に前々からすごい言われてるのを僕もこう気になったりしてて、実際まあ買ってはないんで今回ちょっとしっかり見て購入できたら購入しようかどうかみたいなところですね。あとは半袖の T シャツ系、クルーネックはこの辺はもう本当にド定番っていう感じですね。カラバリも結構豊富で何色があってもいいっていう感じ、値段も1000円ですしすごいんじゃないかなっていうのと、あとはオーバーサイズのクルーネックの T シャツっていうのも本気もすごく良さそうな気はします。多分素材とかは変わってなくて、おそらくカラーの展開っていうのが変わる。でボーダーが多分今回はこれだけ出してるってことは見せたい見せ筋のアイテムなのかな。僕はねこれボーダークルーネックティー半袖のピッチが太いやつ、もう本当にそれこそオールドステューシーとかそういうこう昔のねいわゆるこうサーフとかスケートとかそういった90年代のそういうこうまあカルチャーとかっていうのをなんか背景にしたようなそういったこうボーダー柄っていうのはすごくこう可愛いなと思いますし、ちょっと着てみるのもあり、大人の人でやっぱりこういう時代なんで少しこう気分を上げるためにもこういうのを履いてもいいんじゃないでしょうか。パンツもね結構僕ユニクロ U のパンツすごい好きなんですよ。リラックスフィットテーパード、この辺はもう絶対に良さそうですね。レギュラーフィットジーンズセットアップ、これがねちょっと気になるところです。前回僕秋冬でコーディロイのパンツっていうのを買ったんですけど、それ形はすごい良くて、これ多分形ほとんど多分変わらないんじゃないかなと思うんですけど、形が変わらないんだったらすごいいいなっていう風に思ってます。で先ほどレギュラーフィットワークパンツ、これも知能っすね。あ、知能っていうよりは後ろのポケットはね、後ろのポケットがまあ全体的にでもワークって感じか。ワイドフィットジョガーパンツ、これもね良さそうだね。何この生地はコットンの生地かな、多分。ちょっと詳細を見てみるとコットン100、これ良さそうですね。ワイドフィットジョガーパンツ、これは結構大人な楽に履けるようなそういったパンツなんじゃないでしょうか。あとはトートバッグ、テープサンダル、この後の小物っていうのもさりげなく使っていくっていうのがいいんじゃないかなっていう風に思います。ザクザクザクっと見た感じになっちゃうんですが、僕は本当に今もう本当気になるものこんな感じかな。いやでもすごいいいです、全体的にすごくいい。前回のユニクロ U、 まあ秋冬のユニクロ U に関してももちろんそうなんですけど、クリストフルメールの良さである品っていうのがものすごくやっぱりこの春夏のユニクロ U のコレクションにもすごい反映されてますし、なんかね着ちゃうんですよ実際の日常でも。今こうやって着てますけど、本当にこうリアルクローズとしてちゃんと着れる洋服を作ってるなという、そういったコレクションだと、今回も思いますんで、1月22日になります。全国のユニクロ一部店舗を除きますが、あとはオンラインストアで、発売になると、ものすごく楽しみでございます。今回はキッズラインっていうのも新たに発表されるってことなんで、それはね2月の26日に発売っていう風になってるんですが、そのあたりもこう楽しみにしたいなというふうに思ってます。今ねウィメンズちょっとバッと見てるんですけど、めちゃくちゃ良さそう。やっぱ引き続きカラーに関してはアースカラーで、サイズ感はやっぱりワイドから少しリラックスに持ってった方が大人の人はいいんじゃないかなっていうふうに思います。というところでですね、ユニクロ U 購入前のレビューをお送りさせていただきました。この動画が、面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。それではセンスがあれば何でもできるよ。